本日のゲストは私の妹、長里朝野さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。まずサッカー始めたきっかけは何だったの？お兄ちゃんがやってて、ちっちゃい頃お姉ちゃん子じゃなくてお兄ちゃん子だったから、お兄ちゃんやってるからやりたいって、うっすら幼稚園の時に行ったかなっていう記憶。全然お姉ちゃんのことは眼中になかった。じゃあお兄ちゃんがやってることを真似して。何でも。お兄ちゃんがゲームやってたらやりたいし、お兄ちゃんが鬼ごっこしてたらやりたいし、何でもお兄ちゃんと一緒にやりたかった、幼い頃。じゃあ、なんか自分がこう好きでやってたっていうよりは、お兄ちゃんがやってるから私もやりたいっていう理由で、なんかお兄ちゃんがやってると楽しいだろうって勝手に思って自分がこれやりたいってこれ楽しそう、うん、っていうよりお兄ちゃんがやってることは絶対楽しいだろうみたいな、なんか絶対的な存在だったから私は眼中になかったらしいです。やってる時ってさ、何がこう楽しかった？やっぱできるようになったっていうのは楽しかったなっていうのは覚えてるかな。リフティングが伸びてったとか、回数が、ほんとちっちゃい頃だったらシュートが成功したとか、パスが味方に出せたとか、なんかどんどんできることがそう増えてた、増えていくのがなんか楽しいなって思ってた。アパートに住んでた時さ、リフティングボールとかを使ったりとかしてさ、その踊り場でリフティングをこうするっていう課題を課せられていたじゃん。あれについてはどう思ってた？最初はちょっと楽しいなと思ってやってたけど、なんかまあ日によってやっぱりこうやりたくない日とかもあったから、うん、なんかそういう日は本当嘘ついてたりしてたから、なんかそう20回しないと入れないって言われて、そうやる気がある日はちゃんとやってたけど、それが毎日は続いてなかったから、本当やる気のない、いや本当帰りたいなっていう日はもう、いや20回できたしって言って入ってたし、まあ大人になってもそういう波はあったけど、子供の時からあったんだなっていうのを思い返せば。うちバカ、うん、正直に真面目にやってたじゃん。それをね、多分学んだんだろうね。そうしなくてもいけんじゃないかなみたいな。うちはできなくてさ、できなくてできなくて、どうやったってできなくてさ、鍵閉められちゃってさ、入れてもらえなかった時があったじゃん。それを見てるじゃん。そこからそれを学んだってこと。なんかやっぱそうはなりたくないためにはどうしたらいいかって、って考えたらもう嘘つくしかないってなってで、できない日もあるし、できる日もあるし、その自分がこうやっぱ何回もやりたい時もあるし、やっぱ子供だからすごい気分が激しい時だったから、だって本当やりたくない時、ずっと階段に座ってずっと時間が経つのを待って、これぐらいやったら20回ぐらいやったことになるかなみたいな時を過ごして帰ったりしたこともあったし。じゃあさ、今さこう話題になってる宿題問題、宿題自分やってたイメージある？多分やってたと思うんだけど、授業の前にやってたとか、あんま勉強好きじゃないから家でやってたって記憶がなくて、なんか授業の前に慌ててわーってやってたなっていうのはちょっと覚えてる。まあ、でも好きなことしかやりたくないってなんかはっきりしてたから。その当時の好きなことって何だった？ああ、だから図工とか算数はちっちゃい頃から好きだったかな。だから国語は嫌いだったから、だから夏休みのほら工作の宿題とかすごい楽しくて、嫌いなやつはやってなかったのもあったんじゃないかなっていうぐらいやった記憶がない。はい、そのメリーナに行こうって思ったのは私のせい？そうだね。多分だけど、3歳の時にその田園幼稚園行きたいって言ったのに叶えてもらえなかったから、自分が言ったことは通らないんじゃないかって多分どっか染みついてて、じゃあもう上についていくしかないんだ、生きて行くしかないみたいに多分思っちゃってて、お姉ちゃんがそう言ったなら自分もそれ行くしかないって思ってたかな。それでセレクション受けるって決めた時ってさ、自分から言った？それとも一応自分からセレクション受けたいって言ったけど、本心じゃないよね。受けたいって言わなきゃどうなると思ってた？分かんないけど、良くないことが起きるのかなみたいな。であと他にやりたいこともなかったし、どうしたらいいのかも分かんなかったから、他の道を知らないからとりあえず行くしかないみたいな。入って一番最初になんか受けた衝撃とかってあった？一
っ端だから、こう試合に出ることもなく、ずっとこう、まあ、練習頑張ってみんなについていこうっていう思いでずっとやってたんだけど、やっぱ試合になるとやっぱ監督が怖いから、すごい檄を飛ばして常に怒ってるんじゃないかっていうのをずっと見てたら、なんかこれ試合に出たら怒られるのかなと思って試合に出たくないなみたいになってきて、ああ先輩たち大変そうだなってずっとこうベンチで眺めてるっていう。中1中2の時は背もちっちゃくて、相手はもう大きい人ば、まあでも味方も大きいから練習の時から大きい人とずっとやってたら、細かい技術とか体使わないところでどうやって勝ったらいいんだろうっていうのは自然と身についてきたっていうか、ぶつからないようにはどうしたらいいかとか、やっぱちっちゃいからこそできる細かい局面とかはやっぱちっちゃいならではで。いつ急激に背伸びたっけ？中3から高1になる時に一気に15センチ以上伸びて、もう自分でも気持ち悪いぐらいに、なんか流し台ってこんなに低かったっけとか、なんか日に日に気持ち悪いな、この何距離感みたいな、多分男子の成長期並みにこう戸惑ったね、いろいろ。で、その時にさ、膝が痛くなったりとかさ、パフォーマンスがさ、落ちたなって感じることってあった？あった。その痛みとかはなかったんだけど、やっぱりこの感覚、ちっちゃい時にやってたボールタッチの感覚が全くずれちゃって、こう大きくなってからやったら、すごいパワーでいっちゃったりとか、すごいずれたりとか、なんかドリブルがすごい大きくなっちゃったりとか、どうしたんだろう、気持ち悪いって言って、ボールをうまく扱えなくなっちゃって、そのもう感覚が違いすぎて、なんかもう自分の足じゃないみたいな、どうやって止めたらうまく置けたんだっけって忘れちゃったんじゃないかぐらい難しかった。それはさ、勝手になんか適応していった、その体に自然と。まあ、なんかもうまた一から作り直しかなみたいな感じで、まあ、日を追うごとにはその体にも慣れてって、やっぱ成長も止まるから、そこからはその体に、合うようにというか、やっぱ毎日やってるから、まあ、だんだん慣れてきて。じゃあそのちっちゃい時にやってた感覚と全く違った感覚が現れたって感じ？いや本当もう体がなんか足取り替えたんじゃないかみたいな本当急に伸びるってそういう感じなので、ソユディはねずっと大きかったから、そう、時間が解決してくれるじゃないけど、焦んないで、まあ成長期はしょうがないって捉えるしかないかなっていう、じゃあその時にさ、そのパフォーマンスが一時的にこう落ちるじゃん、テラさんとかになんかこう言われたりとかした？それでなんかそんな言われてなかったかもしれない。クラムチがあるってのが分からなくてさ、そうミスをしたりとかしてる選手にこう怒っちゃったりとかさ、なんでこんなにパフォーマンスが悪いんだっていう風になっちゃう指導者の人がやっぱりいるらしくて、そうだね、確かに記憶にないね。多分そのそうミスの仕方が本当に技術的なミスなんだろうね。だから、そういう判断とか、一生懸命できてないとか、そういうことじゃなかったからだと思うけど、それで中1の頃に見たすごいキレられてるなっていうあれは受けてない。テラさんにさ、こう一回怒られたことがあったじゃん、すごく。よくさ、ほら、味方にすごくさ、要求する人だったじゃん。文句言うんじゃないみたいな、怒られて。その時にさ、別に文句として言ってたわけじゃないでしょ？なんかこう、味方にもっとこうしてほしい、ああしてほしいっていうのを言ってたわけじゃん。さ、それを言われてどう思った？なんでだろうって最初は思ったし、なんで言っちゃいけないんだろうって。って思ったんだけど、まあ、自分もなんか悪いから言われてるんだろうなって思ったから、ちょっと変えなきゃいけないって思って、こうやっぱ言い方が悪かったのかなっていうのはその時に思った。もう言っちゃいけないとは思ってはなくて、自分の言い方が悪いからその周りから見たら文句って言われちゃうんだなっていうのはすごい思った。それでどう変えた？ちょっと口数は減ったんだけど試合中に言っちゃうとやっぱ感情的になっちゃうから、なんかちょっと終わった後に言ったりとか、なんかまあハーフタイムに言ったりとか、ちょっとこう落ち着いてから言ったり、試合中の口数は減った。その時って年上の人にも結構言ってた？
あ、言ってた。ベレーザーの時も須藤さんにめっちゃ言ったら、めっちゃ逆にキレられて、あ、すいませんってなったけど。その精神どこから来てんの？いや、なんか、漫画になんか年齢は関係ないみたいなのが読んで、なんか実力が大事だみたいな、なんか漫画に書いてあって、いや、確かにそうだなってなって、いや、もちろんピッチ外では、ちゃんと先輩後輩ってやってたけど、うん、やっぱピッチの中ではやっぱ自分も勝ちたいしいいプレーしたいしってなったら、そう、もっとこうしてほしいっていう思いも募ってて、うん、であとはなんかもっとこうしたら良くなるのにとかもすごい思うようになって、まあ言っても死なないだろうみたいな感じででもさ、その味方に要求するにはさ、その人の技術的にできる要求なのか、その人が技術を向上しないとできないことなのかってのに分かれるじゃん。で、あっちゃんが言ったのは、ちょっと何かを変えれば変わるっていうことの方を言ってたことが多かった？いや、どっちもだね。もう自分が思ったことはすぐパッて言ってた。そういうなんかちょっとしたこととか大きいこととか、うん、もう関係なく、期待も半分こもってるのよ。こうできるのにこの人とか、もっとこうしたらもっといい選手になるのにとか、人が良くなってほしいっていう思いもあったわけよ。自分だけがとかいうよりも、そう、蹴り方をこっちに蹴るふりしてこっちに出したらもっと通るよとか、まあ、その人にとっては難しいかもしれないけど、あとはその人がやるかやらないかどうぞみたいな、うん、私の中ではもう言わないっていうのは本当もう期待してない人ってなっちゃう。私が その何も言わない人は本当に尊敬してもこの人めっちゃうまい、もうついていきたいっていう人か、本当になんかもう、あ、どうぞご自由に何も求めませんっていう人かの二択なの。だからまあ、だからほぼほぼの人には言うの、やっぱ一緒のチームの人は上手くなってほしいしね。まあまあ、なんかサッカーの最中に年上とかあんま思ったことはないかな。すごいね、それは。私は常に怯えながらやってたから羨ましい。多分お姉ちゃんがいたっていうのもあった。なんかお姉ちゃんがもういて、なんかもうお姉ちゃんの友達は私の友達みたいな、そういう、そう、お姉ちゃんに守られてるじゃないけど、それがあったから結構もういけたっていうのはある。なるほどね。結局なんか中高時代からこう何かを良くしていきたいっていう、こうそういう思いでサッカーはずっとやこうやっていた。そう、だからやっぱ中1の時のベンチワークが長かったことがそれにつながってるのかな。やっぱこう試合見て、こう自分だったらこうしたいなとか、こうしたらもっとうまくいくんじゃないかとか、こういろいろ考えて試合見てたから、なんかその癖がついたのか、うん、それがそのままこう大きくなっても反映されてるなって思う。